こんばんは。バチョーデンです。今週はベレアマックス本庄店にやってまいりました。はい、しかし多いな。しかし多いね。多い、多いですね。これちょっとなんとかしてくれんかな、これ。まあだけどさ、少ないより多いとしたことあるだろ。確かに賑やかにはなるけど、なんかだんだんね、もう俺もだいぶこの番組に貢献してるつもりなんです。長いしな、うん、でしょ、うん、一番端っこよ。追いやられた。でもね、よく物事は脇がちゃんと固まってなきゃいかん、うん、脇だよ、うん、脇、あ、じゃあ俺も脇だ。わ、脇は脇だ。ね、だ脇がしっかりしてくれれば番組っていうのはギューッと締まるわけよ。お、ね、いいこと言う。わかるでしょ、うん、今日は、朝からパチンコ、朝からスロットです。はい、ね、うん、で、今日は一つ報告がありまして、はい、皆さんの人気者ラーメン鈴木さんが、ラーメンじゃねえラーメンじゃねえ、パーマ、パーマ鈴木さんね。パーマ鈴木さんが、はい、これからレギュラーに決定いたしました。あら、はい、これからちょっと番組に貢献していきたいと思います。え、番組に貢献していきたいと思いますって。なんて言ったのあのね、まだね、こう声を張るっていうことも分かってないんで。聞こえませんでした、はい、片面はやめてください。あ、そういうことか。もうでも片面よりも、はい、やっぱ俺は普通がいいね。あ、そうですか、僕か、うん、そこで今日はどうすんだ。ほら、こうやって分かれてるってことは、はい、うん、ここから綺麗に分かれてます。はい、こっちからこっちが、こっち、はい、はい、パチンコ軍団でございます。はい、チームで。で、こっちは、こっちは僕たちでね、スロットを行こうと思ってて、はい、実を言うと、はい、オキドキというね、人気の台があるんですけども、うん、それが増大されたんですよ、うん、増大されて20台になったんで、うん、それを朝から行こうかなと、はい、ね、これやっぱ増大されるとなんか意味があるのか。いや、もうそれは増大って言ったらもう力を入れてるっていうところじゃないですかね。はい、はい、僕らはそれをやろうかなと。じゃあまたパチンコはどうする。オキスロー、オキドキってことなので、オキつながりでオキ弓打ちたいと思います。誰がうまいこと言ったの。いいでしょ、はい、もうねまとまりました。初夏ってことで、はい、弓打ちたい。じゃあついでにそういう風になるなら、やっぱ新しく打つ人がこの番組見て面白い、あ、でも打つならこんな台があるんだ、あ、これちょっと打ってみようかなみたいなのを、やっぱパチンコの基本は海。はい、初心忘れるべから基本に帰れ。そう、向こうがじゃあ初心者に向けてってことは、スロットも初心者の、うん、レクチャーをしなきゃいけないってことですね。もうそりゃそうだよね、せっかくだから。で、置き時って簡単なんですよ、これは、うん、初心者の方でも簡単にできる台なんで、うん、まあ、たまたまいいタイミングじゃないかなと。そうだね。じゃ今週も頑張るぞ。おお、今回朝パチ朝スローを行うのは北九州市八幡西区にあるベルヤマックス本庄店です。明るく広い店内にはパチンコ440台、スロット320台を完備しています。はい、今日の朝パチ朝スロですが、はいはい、テンション下がってます。海です。イエーイ。あれだよ、嫌かもしれないけどパチンコは海が基本。ああ、初めて打つ人も。そうです、海から。私海大好きなんですよ。ゆりちゃんは知らないでしょうけど、はい、私海博士って言われてます。はい、長くなるけん、もう打っていいよ。さあ今回は、オキドキにしてみました。というのもね、はい、増大されたばっかなんですよ、このオキドキ。好きでしょ、こういう台。はい、ね、キラキラして好き。この間もなんか連チャンしたんだけどね。そう、そうなんですよ、ね、めっちゃ面白かったんですよ、これ。もうスロット大好きだからさ、うん、まあ今回はユミちゃんもスロット大好きだから、はい、スロットの方に来てもらったんだけども、これ朝の狙い方とかって分かります？僕的にはですね、まあ、連チャンで終わってるところがちょっと狙い目かなと。はいはいはい、天国にもしかしたら入ってるかもしれない。連日残りとかそういう感じ。で、据え置き狙いかな。はいはいはい。なるほど。まあそういう狙い方いろいろあると思うので、それはおいおい話していくとして、早速打ちましょう。はいはい。今ゼロ回転なんで、とりあえず50ぐらいまでは当てたいよね。50ゲームぐらいでね、はい、よし、いいですか。これ今3と4のダブルリーチになってるでしょ、ね、でこれ海っていうのはね、はい、メーカーさんどこか分かってます。三陽さんでしょ、はい、今何て言いました。三陽さんって言いました。3と4のリーチ、三陽さん。本当だ。でしょ。だからこのね、海物語っていうのはもう代々この3と4のリーチが出た時は、はい、もう当たりが近いですよっていう。そうなんだ。
こと聞いたでしょ、うん、これが嘘か本当かさ、さあはてはて、ね、今から100回転以内でかかります。おーおー100でぴったり100になってくる早い、そんな拍手されてもね、おきどきの、狙い方、打ち方、台の選び方をざっくりと説明します。まずこの台なんですけども、設定変更するとね、3分の1、約 33% でチャンスモードに行くんです。でそのチャンスモードっていうのが、今100回転だったんだけども、200回転までがチャンスモードだけど、200回転まで回してしまうとちょっと危ないよね。チャンスモードに行ってればいいですよ、200回転で当たるんで。ただ通常モードだった場合、それから朝一の空き台の状況を考えると、まあこれ本当にこれぐらいのところで100回転ぐらいのところまで回して、もし当たってなかったら違うところの空き台に移動するっていうのも一つの手だと思います。ただ今日はもう朝一から満台なので移動ができないじゃないですか。まあこういう時はもう座ってしまった以上はとりあえず200回転までは回そうかなっていう感じで、200回転まで回したらあとはもうやめるか続行するかと、そういう風に決めていく台なので、まずは100回転ぐらいを目安にしてください。でその後ボーナスを引きました。ボーナスの後は32ゲーム以内に、当たる可能性が高くなってますので、必ず32ゲームまでは打ちましょうと、そういう台です。おおすいません、いいとこ取りで今チェリーでこのカナちゃんランプ光ったんだけども、このカナちゃんランプが光るとこの AT が終了した後に1ゲームで、もう1回光ります。ピンクが成立しています。とりあえず連チャン確定という、こっちの超ドキドキっていうのが光ると、90% ループ、まあ、なのでとりあえず、まあ、これが光る可能性の方が高いわね。かなちゃんランプってさ、何もないと普通にワンピース着てるだけなんだよね。だけど光るともう水着が見えるんだ ね、 ね、水着、ね、そういうことなんだね。お、分かんなかった、知らなかった、今初めて気づいた。これでピックだったらいいんですよね。でも勝手に止まるときもやったやりました、やった。私もベルヤマックス本庄店で朝パチ朝スロ、先ほど大当たりは近いと言っていた壁に、なんとここで突角のお気にチャンス突入です。当たりだからゆりちゃん言ったでしょ、すいません。パチンコしてる方はね、もうバカバカしいことかもしれんけど、知らない方のために奇数図柄は、各駅の場合は各辺なんで、こういうふうにミポリンみたいに8のエンジェルフィッシュ、ね、8でかかった場合はこれ1回で終わり。でも引き戻しが楽しいよね。そうね、引き戻しっていうこの100回の時短の中で
もう一回こう引き戻しでもう一回当たりが来るかもしれないという、はい、まあ俺も今その状況なんだけど、まあここからは海を打ってる人は分かることなんだけど、はい、だいおーっとおお今しかもカメラがいたよ。いやいやいやもいやもいやいや持ってんだよ。いやいやいや持ってんだ。持ってんだ。あいたか。やりました。これ放置してたら勝手に止まりますよね。これ放置してたら勝手に止まりますよね。止まるよ。だからさ、7止めた後に別に7じゃなくて適当に違うとこ押してみね。あ、わかりました。こういうもんで、こういう風に連チャンしてればいいんだけどさ、僕みたいにこれ32ゲーム過ぎちゃった場合ね、はい、もうここでやめるか、あるいは200回転まで回すか、どっちかなのね。朝一の状態と同じようなもんだから、200回転までは当たりやすいゾーンに、はい、まあ、モードに移行している可能性もあるわけよね。朝一取れなかった、はい、まあ、お昼ぐらいからホールに行きましたって時にはさ、はい、ボーナスついててこういう台が落ちてる時があるわけよ。確かに確かに。そうそうそう。だから例えば朝一ノーボーナスで例えば鈴木さんの台みたいな感じ、はい、こういう台を狙うよりは、はい、当然こっちの台を狙った方がいいわけよ。なるほど。でこれで200回転までの台を打っていくの、はい、意外と落ちてるから、うん、これみたいにこう32ゲームで終わってしまう人もいるから、流しちゃってたらあとは200回転まではちょっと回してみようかなって、はい、で200回転で当たらなかったらやめる、すっぱりやめる。ようやくです。451ゲーム朝一ちょっとここまで行くとなかなか厳しいですけど、あるあるですね。あるあるだね。あるあるです。まあでもこの置き時でしたらまだ取り戻せる可能性はあるんじゃない。ただこれは頑張ってくださいとしか言いようがないよね。ここからです。ここからです。で海というのはね、本当正直なんです。だから本当に心がね、やっぱ海のように透き通った人には必ずもう一回当たりが来る。行きます、うん、これはね、俺に言われてもわからないんですけど、まあ、ゆりちゃんのこのやっぱ中身の問題、この笑顔が果たして本当なのか嘘なのか。けっあしょうがねえ、あれラーメン鈴木さんに行ってもらおう。あ、ここ行きますか。うん、もう一回チャンスいただけますか。なんかさっき練習して、練習してましたよ、ね、練習してる。大きい声でね、大きい声でね、ちゃんとカメラ見て、はい、はい、お願いします。結果発表、お疲れ様でした。ダメなきゃ結果発表。いや、それ見たことないよ。それ今作ったよね。今作ったよね。さて、さて、はい、はい、いやいや、こっちのスロットチーム、私も今回スロットに参加させてもらったんですが、いやー、おきどき楽しいですね。本当分かりやすかったです。はい、あの台って、もうざっくばらんに言えば200回転以内の台狙えばいいんですよ。そういうこと、うん、だけなんですよ。だから例えばお昼過ぎぐらいに来ても200回転以内の台が落ちてたりするんで、これ朝一ノーボーナスだったらダメですよ、うん、まあ、だけどボーナスがついていて200回転の台だったら打ってもいいんじゃないかな。200回転まではね、そこまで打っていいの、うんうん、っていう台なんで、
それ以降はダメよ、無駄打ちしちゃったらね。負けても知らんよ、そこは。いやドラゴンの解説面白いな。うん、鈴木さん、鈴木さんはザックバラットね、まあ、ボーナス引いた後の32ゲーム間、おーおー、これをやめないでください。やめるなと。やめるなと。あのちょっといいですか、すみません、はい、ダメ出ししていいですか。どうぞ。あ、ドラゴンが200ゲームまでやめるなって言ったわけですよ、うん、32ゲームまでは回してくださいって言ったんですよ、うん、200ゲームで回してくれたら32ゲームは回すわけですよ、ね、ボーナスを引いた後、ボーナスを引いた後の32ゲーム間は、うん、そうよくわかりました。あ、ね、いやじゃあもう今度ははい、もちろんみんな当たりましたよ、みんな当たりました、ね、仲良く並んで、まあ、当たりを見せれたことは最高にいいことです。おうおう、ただ今回ですね、あの初めて僕はゆりちゃんとまともにやったわけですよ。はい、隣で。この子は清楚キャラで来たでしょ多分。そう ね、足が綺麗だとか。あ、ね、よあのね、メール来てるんですよ。おはがきとメール。あ、本当ですか。足が綺麗ですね、いつも洗ってるんですかって。いや、それ普通だと思うんだけど。本当それメール嘘でしょ。それいつも足洗ってんの。叶いますよ。大したもんだな。だからゆりちゃんなんかパチンコ結構ビギナーズラックなんですよ。だからまあそれにこう海の面白さと、結局パチンコってもう昭和の時代から海ありきで今の流れがあるわけですよ。ここはね、もう本当基本中の基本なんで、もし初めて打つ方がいるとしたら、あの海単純だから分かりやすい。あの今複雑でしょ、普通に打って右打って、はいはいはい、ね、ST が何回で、うん、時短からこうなって、それ考えたらね、海が一番単純。確かに分かりやすい。で、関東省は あ、もうバッチリ、スロットもパチンコも、はい、あの喜んでた、喜んでた。ではパチンコの関東省のお兄さんです、おめでとうございます。今日のスロットの関東賞はこちらのお兄さんです。お兄さん、おめでとうございます。頑張ってください、レーチャーさせてください。初心に帰っておりましたね、はい、だから考えた、その場に来ていきなりやるんではなく、情報は大事だ、もちろん、はい、一番いいのは気づかなかった。東大元暮らしとかよく言ったもん、はい、この番組もう何年やってんだよ。その時今ネットで今やってんだろ、いろいろ、あれチェックすべきなんだよ。なんかいろいろ書いてあるんだろ。そうです、今 PTube っていう、え、 PTube っていう、 PTube はいいアプリがある。そんなあんの。それで、ね、ほら動画っていろいろあるじゃないですか。で、自分が好きな動画とか見たい動画とかを全部一括でやってくれるアプリあるんで。そうなんの、はい、そういうのをちゃんとあのスマホとかにね、ダウンロードして見れば勉強になるじゃないですか。なんで今頃言うの。もっと前から言ってよ。ずっと前から言ってますよ。マジ、うん、というわけで最後です、はい、いつもいつも言っております、うん、ゆみちゃん誰かな、はい、寝台で買い見た日は寝台もいいんですが、今日打ったおきゅうみ、そしておきどきも設置台数が多いので、ぜひそういった機種をお近くのホールでお試しください。いいか。いや、いいですよ。いいです大丈夫ですよ、いつものことなんだ。あ、いや、でもね、あの今回は本当に初心者に分かりやすい解説付きのハウツーパチオで、また何かあったらやってみようよ。いやいや、あのね、これ1回だけぐらいじゃ浸透しないでしょ。まあこの時はたまたま見た人はいいけど、もうちょっとこうなんか面白く、ね、面白くを原点に見てもらわないと。ちょいちょいやる。面白いな、新企画だ。でしょ、新企画、新企画。ちんちんじゃない、ね、やろうよ。皆さんに分かりやすい、なんか解説本みたいなテレビ、うん、いいですね。いいな、解説も見て。まあ、ぜひね、次回も面白い企画で皆様にお届けしたいと思います。はい、というわけで、今週はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。